永山電鉄800系電車は、1990年から1995年にかけて、京阪電鉄応答線開業により急増した、旅客に対応する輸送力増強と旧型車両の置き換えのため、向こう側車両工業で2両編成5本、軽重量が製造された永山電鉄の電車である。永山電鉄で初めて片運転台構造と2両永久連結を採用。 全車が制御電動車である。本校では、永山本線上で南側をで町柳により、北側を、倉間よりと表現する。1989年10月の京阪、電鉄応答線開業により、他の鉄道路線との接続がない状態を出した、永山電鉄の利用客は2倍に増加し、1991年9月に、倉間線岩倉駅2軒、茶屋駅間が複線化された。 増加した線路容量に対応する輸送力増強のため800系電車が製造された。路線の制約から車両の大型化や増結が容易にはできない中、A 山電鉄発の片運転台2両永久連結構造とすることで客室面積を増加させている。車体は700系を基本に片側3扉、変運転台となった。全車が制御電動車である。 クリーム色をベースに、編成ごとに異なる2色の帯をフィルムで貼り付ける塗装が採用されたが、最終製造の2両は、エコモーショントレインと称する特別塗装となった。最初の2編成は、機器が2両に分けて搭載される2両1ユニット方式のデオ800系、あとの3編成は、軽阪電鉄500系電車の700型への改造工事で不要となった部品を流用して、製造され、 各車両がそれぞれ独立した機器を持つデオ810型となった。デオ810系の代替として、デナ21系6両が廃車され、デナ21型は形式消滅した。2004年1月から、クラマ線の2両編成の列車がワンマン運転となり、800系でもワンマン運転が行われている。800系電車は、 機器構成の違いによりデオ800型とデオ810系の2形式に分かれる。では、電動車を、おは、大型車を指す略号であり、形式名の前のカタカナ2文字はこれらを組み合わせた、ものである。2両の電動車に機器を分散して搭載した、いわゆる2両1ユニット方式を採用し、出マチやなぎ寄りの車両に800番台、クラマ寄りの車両に850番台の番号が、付与された。 1990年10月に801から851号車の編成が、1992年10月に802から852号車の編成が製造された。出町柳寄りの車両に、菱形パンタグラフ2機と主制魚機が搭載され、クラマ寄り車両の床下に冷房などの電源用の電動発電機が搭載されている。 801から851号車の帯色は山並みをイメージした緑と800系共通のコバルトブルー。802から852号車の帯色はクラの渦桜をイメージしたピンクとコバルトブルーである。軽阪を打つ専用500系の700型への改造工事で発生した主制御機、主電動機を流用している。全車両810番台の番号となり、 出町柳よりが奇数番号、クラマよりが偶数番号である。1993年4月に811から812号車の編成、1994年3月に813から814号車の編成、1995年4月に815から816号車の編成が製造された。811から812号車は、 向こう側車両で予定されていた野上電気、鉄道向け新型車両の製造が同社の事情からキャンセルされたため、工程が早まったとされている。811から812号車の帯色は柳をイメージした黄緑とコバルトブルー。813から814号車の帯色は木船。 クラマの山藤をイメージした紫とコバルトブルーとされ、815から816号車は、クラマの自然をイメージした、単性色に植物をあしらった、アメリカ人デザイナー、アレックス・ボーイズによる、エコモーショントレインとなった。エコモーショントレインの運行初日となった1995年4月29日には、アレックス・ボーイズも出席して、出発式が行われている。 デオ810系の車体体は製造時から2色の間が開いたものとされている。それぞれの車両に主制御器、パンタグラフ、冷房などの電源用の静止系インバータが搭載されている。静止系インバータが各車両のクラマより屋根状に下枠交差系のパンタグラフが各車両の出待ち穴木よりに搭載されている。車輪系が デオ800系の 860mm から 760mm に変更されたこともあり、床面高さがデオ800系の 1147mm に対し、1100mm となった。811から812号車の代替として、デナ21系122、126が1993年4月に813から814号車の代替として、 デナ2 1二1 2 4 125が1994年3月に815から816号車の代替として、デナ2 1十2 1 22が1995年4月にそれぞれ廃車され、デナ21型は形式消滅した。車体は700系電車のものを基本としたが、正面窓ガラスが上下に拡大されて左右非対称となり、 700系で正面窓状にあった前照灯が角型となって窓の下に降りて微灯と一体のケースに収められた。片側に扉だった700系に対して3扉となり、戸袋には窓が設けられた。映山電鉄の車両で初めて側面に行き先表示器が設けられ、車体外部のナンバープレートが伝統の楕円型ではなくなった。 801から851号車では、正面の行き先表示装置は向かって、左側に設けられたが、それ以外の編成では右側に設けられている。つまめんの戸渡り側に窓がない、アルミサッシ型編成の黒色に対し無塗装であるなど、801から851号車の細部は他編成と異なる。最終製造の815から816号車以外は、 クリーム色を基調とした塗装とされ、カラーフィルムで創化に帯が巻かれたが、帯の色は編成によって異なり、デオ810型では2色の帯に間隔が空いている。815号車車内、ワンマン運転対応改造後851号車、運転室座席はすべてロングシートで、座席の色は、紺、天井が薄いグレー、壁は薄いベージュ、床はオレンジとなった。 A 山電鉄発の型運転台車両となり、運転台の面積分客室が拡大されている。813号車、815号車には車椅子スペースが設けられ、座席定員が2名減少している。電気指令ブレーキを採用したが、運転台の基本的なレイアウトは700系と同一とされ、乗務員室扉も700系同様引き戸となった。 デオ八百系八百一号車、八百二号車に一つの、主制御機で2両分八個の主電動機を制御する、東洋電気製造製電動カム軸式アッコッドフ、m 五十三から七十七 e が、デオ八百計画車に、東洋製 t d k 八千七百五十 a 主電動機が搭載された。デオ八百十計画車には、K 範五百型から流用された一つの主制御機で、 一両分四個の主電動機を制御する、東洋製電動化無軸式やコットフ M460 から 777A と同じく、軽半500型から流用の東洋製 TDK-8560A 主電動機を装備する。デオ800系の台車は、住友金属工業製 FS-544、デオ810系の台車は同じく住友金属製、 FS-556 で、それぞれ車輪径が 860mm、760mm となっている。映山電鉄で、初めて電気指令式ブレーキが採用された。冷房装置は、車両中央部屋値上がりに、容量 15.1kW の東芝製、プ3044-2機が搭載された。デオ800系の補助電源装置は、 京阪から購入した、容量79馬の TDK3720、ブラシレス電動発電機が採用され、クラマ寄りの車両の床下に搭載された。デオ810型には、各社のクラマ寄り屋根状に、容量3十9馬の静止系インバータが、搭載されている。デオ800系のデマチアナギ寄りの車両に、菱型パンタグラフ二機が、デオ810系各車のデマチアナギ寄りに、 下枠交差系のパンタグラフが搭載された。デオ800型では850番台の車両に容量1590リットル、分の HB-1500B 電動空気圧縮機が搭載され、デオ810型では各車両に電動機出力4 2キロワットの DH-25 が搭載された。デオ800系のパンタグラフ空気圧縮機は 京阪から購入したものである。800軽電車には製造後各種の改造工事が行われている。815から816号車の登場時はエコモーショントレインとそうだったが、2003年7月に近畿車両デザインによる式の森をバックに動物を描いたギャラリートレイン、木漏れ日に変更されている。2013年に801から851号車の 2015年に802から852号車の帯デザインがデオ810型と同様に2色の間に間隔があるものに変更され合わせて社名ロゴも変更されている LCD に変更された運賃表示器と IC カード対応の料金収受益2016年3月16日から A 山電鉄で IC カード式乗車券の利用が可能となったことに合わせ 運賃収受機と運賃表示機が対応したものに変更されるとともに整理券発行機が撤去されている。全編成に2017年から2019年にかけてスカートが設置されている。スカートが設置された813から814号車の編成1989年10月に京阪王島線開業が開業し1978年4月の 京都市電東山線の廃止以来、他の鉄道路線との接続がない状態を出した、永山電鉄の利用客は2倍に増加した。増加した旅客に対応するため1991年9月に、戦時中に単線化されていた倉間線岩倉駅2軒、茶屋駅間の伏線を復活、同年10月に、永山電鉄発の二両永久連結の統計列が、投入された。 統計列は登場当時から、永山本線、出町柳宝ヶ池、倉間線、宝ヶ池倉間間で運用され、製造当初のみ、永山本線、宝ヶ池や瀬平山口間に乗り入れていた。2004年1月から、倉間線の二両運転の列車も原則として、ワンマン運転となった。ありがとうございます。